はい、皆さんこんにちは。来ました来ました。22ステラがこの中に入っております。村田はじめさんの経営されるイタコ釣り具センターさんから購入しました。佐川急便さんで届きました。22ステラ C3000XG ですね。さあ、これで開封していきたいと思います。よいしょよいしょ。じゃじゃーん。ですね。サロンメンバーの会員証もちょっと入れてもらうように頼んどいてましたので入れていただきました。よし。で、こちらが納品書ですかね。納品書ですね。はい。納品書があります。そして本体です。こちらです。じゃじゃーん。こちらの加工自体はですね、変わらないですね。18ステラーと変わってないと思います。さあ、すごいぴっちり、なかなか抜けない。ぴっちり入っちゃう。おお、抜けません。あ、抜けた。抜けませんでございましたけど、 C3000XG ですね。はい。おります。感じですね。箱にお金かかってますね。うお、あ、ちょっとこの辺りが18ステラとちょっと私の持ってる18ステラのものと比べると、この質感、この表面のですね、素材が違いますね。出ました出ました。お、思ったよりあれですね。なんか、お、色がかっこいい。これはアンテレス DCMD と色がオーソロですかね。18ステラはこちら持ってきているんですけども、こんな感じですね。シルバーでこう。ここはちょっとこういう感じですけど、お、これは、何かが違う感じですね。ステラなんですけど、さあ、これであとハンドルですね。C3000 のハンドルはこういう感じですね。で、あとこれは仕上がります。オーリングですね。と、ここはこういう。いろんな規格とか、こうあれですね。部品の。こちらが
なマニュアルになって、ここがこれがそうですね、分解した時のそのですね、ボディが 2500S と共通ですので、まあ、2500S とかこう書いてあって、こちらが C3000X、 まあ共通部品が多いってことですかね。これ入ってました。で、それではハンドルをつけて、ハンドルをつけます。うわ、もうすごいすごいですこれ。この高級感がね、バリバリにありますね。合体させますね。よいしょ。何これ、うう、何これ、なんか気持ち悪いぐらいにヌルヌルですよ。これ本当にギアになってんですかね。ギアが噛み合ってんですかね。なんか何これ。え？何このヌルヌル感。え？え？ 18 ステラって一体何なの？何だったの？何？え？ 18 ステラもヌルヌル？ヌルヌルだけど、このヌルヌルとこのヌルヌルは全然違うヌルヌル。え？お。何これ？え？スプール、これがですね、これ、回ってるけど、回してないような感覚すら覚えます。っていうことは、ここにギアがいろいろ、いくつもあって、この回転を縦の回転に変えるためにギアがいくつか入ってると思うんですけど、そのギアの存在を感じ取れないぐらいヌルヌル。え？何これ？何？え？ 18 ステラ。え？こっちはギアの感じが少しだけ、でもぬるぬるなんですけど、ぬるぬるはぬるぬる、気持ちいいぬるぬるですけど、こっちは気持ち悪いぬるぬる。え？こっちが、こっちファンタジー映画だとすると、こっち、え？ホラー映画。え？え？書いてあげますね。何これ。何？とにかく巻き心地が異次元です。18ステラって一体何だったのっていうぐらいの感じです。おお、こんな違う。まあスーパーオシレーションシステムって言ってまして、ここのスプールの回転
あのスプールの上下の上下がこの回転リールの回転に対してこっちの22ステラの方がこうゆっくりなんですね、上下になるのは。だから三つ巻きが可能だっていうことを聞いてたんですけど、まあすごい、なんかまあそれもすごいですけど、巻き感っていうのがやっぱもう異次元ですね。もう18ステラこの先使うことがあるのかどうかというふうに思ってしまうほど、その22ステラってなんかすごい工業製品、メカですよね。もうこれずっとこれでご飯食べれますね。はい、そんな感じです。もう本当にファーストインプレッションで申し訳ないですけども、あの18ステラはもう最高級に、レベル的にはもうだいぶ工業製品としての品質とか耐久性とかもう全然もう信頼できる製品だと思ってたんですよね。だけど22ステラを手にしたらちょっと考え方が少し変わったかなって感じですね。もし18ステラのこの耐久性、実はですね、これ僕浜名湖に半日ドブ漬けになってた時があったんですね。でカヤックやってまして、カヤックが転覆しまして、このステラをつけた竿がそのままドボンとカヤックの転倒と同時に18ステラ、このステラですけど、このステラがドボンと玉の子に落ちちゃったんですね。玉の子にで流れてっちゃって、あ、もうこれ回収できないなと思ってへこんでたら、まあ、ちょっとあのカヤックを転倒したので、あの転覆しちゃったので、カヤック引き上げて陸に引き上げて、でまあその場を立ち去ろうと思ってで立ち去ってったんですよね。立ち去ってて、それからふと後ろを向いたら、その水面にですね、浜名湖の湖面に光るものがありました、シルバーに。でその時スコーピオンっていう、あの芝野さんのね、あのルアーロッドをこのステラにつけてまして、そのそれがあのコルクのあのなんですグリップだったんですね。でコルクだったのでちょっとだけ浮いてたみたいなんですよ。でそのスコーピオンのマークがグリップエンドのところについてるんですけども、それが光ってたんですね。でなんだろうと思ってよく見に行っても、またあの浜名湖の中にドボドボと、まあ、あの入ってってですね、よく見たらスコーピオンがあのコルクのそのグリップエンドのところだけがポコーンと湖面から出てて、もちろんステラは見えなかったですけど、あ、さっきの自分の竿とリールだと思って、で回収急いで泳いでって回収して、そしたらあの回収できたんですけど、見事にそのまま結構な時間ですね、半日ぐらいですかね、あのこのステラがあの浜名湖の中にあのドブ漬けになった状態で流されて臭い中だったので、それを回収できたので、まあ奇跡的にですけども。でまあそんなコーナーのこのリールだったんですけど、これをですね、まあ家持ち帰って、あのまあ分解まではしないですけど、まあスプールを外して水でまあできるだけこう洗い流して、でまた
拭いて、で水気を取ってグリスなりそのオイルなり、まあ純正のですね、シマノさんの純正のあるんですけども、そういうメンテナンスのものがあるんですけど、それを使って、まあそしたら別に中にこう入ってるかどうかちょっと分かんないですけど、まあ何にも変わらずに、新品の時と変わらずに使えてますんで、これはステラってすごい 防水性があるんだなっていうふうに、その時にね、痛感しました。もう、それからもう、結構、何年か経ってるんですけど、全然、使い心地変わってないですね。もう全然いいですね。そのぐらい耐久性があって、もう信頼してるビールダンですよね。でこのニーニーステラも同じように防水性が保たれてるとしたならば、もうこれ本当に天下無敵のリールではないかなっていうふうに思ってます。意外に軽いですね。軽いですね、数値以上に軽さを感じますね。まあ、本当に巻き心地自体がもう異次元っていうか、まあ18ステラと比べるとどうか、まあ、同じであってほしいと思ってるんですけど、18ステラも十分ヌルヌルなので、だけどそのヌルヌル感を、この、なんていうかな、こう、気持ち悪いぐらいの、気持ちいいを通り過ぎると気持ち悪くなるじゃないですか。ね。なので、そういう感じですよね。だから、超越してる。っていうことですよね。だからこれ本当にいいと思います。で釣具センターさんで買うのをおすすめするっていうのは、もうやっぱりこの検品のですね、このハードルがやっぱり高いっていうか、すごくいいものしか納品してないっていうことなので、チェック済みですってことですね。職員の方が店員の方がちゃんとこうチェックして、それで納めてくれてる、まあ販売してくれてるってことで、外れのリールっていうのはほぼないのかなって気はしてます。なのでまあネットとかで買うとちょっと安かったりするんですけども、ひょっとしたらね、そのリールがいくらステラであってもやっぱり工業製品なので、ちょっとは当たり外れがあるっていうのは、まあこれはもう常識と言いますか、まあそれは費用対効果っていうかね、そういうもので、まあ保険のつもりでもありますけども、やっぱりちゃんとチェックしていいものだけを売ってくれるっていう、そんなスタイルで委託釣具センターさんは運営されてますので、まあ、その辺も含めましてね、もう絶対的に信頼してますので、で、まあ、今回ですね、オンラインサロンメンバーということで、ちょっと早くですね、手に入れることができたと思います。で、これをですね、使って、主にですね、これは私、チヌ、浜名湖でチヌとか、シーバス、シーバスでもそんなメーター級のシーバスちょっと浜名湖で見たことないんですけど、まあシーバスでもね、60、70とかそのぐらいのクラスのはいると思いますんで、で、まあ、そういうクラスのものに使ってシーバスロッドとですね組み合わせてやってみたいと思います。また実調はですね、また後々ですね、これで春になってきますので、今これ動画撮ってるのが3月なんですけども、まあ3月の中旬ですね、中旬なんですけど、まあ4月になればちょっとね、浜名湖も活性が上がってくると思いますので。で、実調で実際にラインをね、巻いて、で、
長の動画も上げさせていただきますので、その時はですね、またみんな皆さんご覧ください。まあ、そんなわけですね、18ステラもうこれ以上のものないのかなと思って自分で使ってました。で、今でもそう使ってますし、確かに素晴らしいと思いますね。なんですけども、この2ステラを手にすると、なんかその4年間のブランクっていうのがやっぱりどうしても あるような気がして期待してます。これで実調すればですね、また良さがですね、またもうちょっと何たるかってことを皆さんにお伝えできると思います。とりあえずですね、この22ステラ納品しされましたので開封動画を上げさせていただきました。長くなりましたけど、皆さんこちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回はこの辺りで失礼いたします。Yeah.